い、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、今までこのチャンネルではあんまりこう電子楽器の話をしてこなかったんです。まあなぜかというと僕が全然わかんないからなんですけども、今日はですね、電子楽器の修理、まあ弟なんですけども、ちょっと来てもらいまして、電子楽器のことをいろいろ聞いてみようかなと思います。電子楽器シリーズの1回目はですね、よくある質問なんですが、どんな楽器でも修理できるのっていう話、結構問い合わせがあったりするんですよ。その辺を聞いていきたいと思います。はい、平瀬光雄です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、電子楽器修理の平瀬光雄です。はい、よろしくお願いします。噛み合ってません。はい、で、電子楽器の修理、まあ、どんなメーカーでもいけるのかっていう問い合わせあると思うんだけど、実際どうですか？楽器店によって違うんですが、平瀬楽器では現在、はい、ヤマハの製品、はい、コルグの製品は、はい、電子楽器の修理ができます。そうやね、うち一応ヤマハの特約店やから、ヤマハの楽器の修理は当然できます。で、三つ葉もヤマハの認定電気技術士やみたいなんで、はい、最近コルグの修理を預かるというそんな感じになったよね。はい、でも実際の話として、この間もなんか他社の電子ピアノとか触ってたけど、あの辺は一体どうなんですか？R 社さんの電子ピアノ預かりましたけど、ね、実際別に直せます。お、直せますが、うん、うちが直すことによって、うん、それ以降メーカーの保証が受けれなくなるというリスクを負うことになります。そうやね、生の楽器と明らか違うところは、そのパーツがなければ基本的に直せないっていうところ。さっき言ったR 社なんかはうち、ね、修理できないから、パーツは手に入らないわけね。そうです。まあたまたまあの時はなんかこう替えのパーツというかあったよね。ありました。手元に。はい、で、あれをこう使ったら治ったっていうだけなんで、まあ、基本的にはうちはヤマハとコルグは直せます。まあ店の中でね。で、それ以外のメーカー、例えばカシオとか、まあ、ローランド、さっき言っちゃったけどとかはお預かりしてメーカーに送るか、メーカーの人に来てもらうかという形になります。これはどこのが来ても多分一緒かな。一緒でしょうね、多分ね、うん、ヤマハはね、やっぱりパーツの供給がしっかりしとるんで、電子ピアノとか持ってもらっても長く持つんですよ。あれはすごいいいと思います。他のメーカーはというと結構メーカーで対応が多いので修理代がかかったりね。倍です ね, ね、あれがね、で電子ピアノってなると送るのまた大変やし、それもあってね、だから楽器の値段は確かに安いのは結構あるんやけど、長い目で見た時に一体どこがいいのかっていうのは、まあ、ちょっとご判断いただかないといけないんですが、まあ、ヤマハは楽だね、その点はね。ヤマハはね、パーツの供給がもう本当に充実してて、うん、で技術的な情報もこちらはもう頻繁にもらえるので、そう、ね、そのあたりも非常に助かっております。ね、お店はできないんですけども、電気技術者用のホームページみたいなのがあって、そこにこの品番のこういう症例みたいなね、すごいいっぱい載ってて、僕ら生の技術者はそんな全くないですからねもう何にもない情報でやってるんですけど、電気はほんまに素晴らしいなと思います。だからなんかこうお客さんから問い合わせがあって、こんな感じとか言ったら、それ調べてもね、いるパーツがあって、で大体技術がこんなんで、だから何本ぐらいですっていう見積もりすぐ出るし、ああいうのはほんま電気の人はいいなと思っております。まあ今日の質問はどこのメーカーでも直せるのって話でしたが、一応平瀬楽器ではヤマハとコルクは直せます。で他のも直せないことはないけど、あんま積極的にはやってませんと、そういう返事でいいですか？はい、 OK です。はい、というわけで、今日はそんな質問にお答えしました。これからしばらくちょっと電気楽器のお話を続けていきたいと思いますので、お楽しみになさってください。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは楽器のお手入れとか、今日みたいな楽器の修理とか、そんな話をメインにしております。また興味深かったなとか思っていただいた方は、チャンネル登録、あと高評価ボタンを押しておいていただけると非常に嬉しいです。これ何？分からへん。はい、てなわけで、また次も電子楽器のお話をしていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。